クルド女性防衛部隊は2012年に左翼民兵、クルド人民防衛隊の女性旅団として設立された武装集団である。ユープグと IPJ はロジャバと呼ばれるクルド人が多数を占めるシリア北部を事実上統治しているクルド人連合の武装部門である。クルド人、アラブ人、アッシリア人、チェルケス人、また外国人ボランティアにより構成されている。 小金の YPJ のメンバー標準戦闘服に身を包んだ YPJ のメンバー落下にて戦闘中の YPJ スナイパーこの全員が女性の民兵集団はクルド人抵抗運動の中から育った。現在18歳から40歳までの7000名の義勇兵がいる。YPJ は国際社会から何の資金も受け取っていない。 そしてこの女性たちは補給品と食料をクルドコミュニティに頼っている。YPJ は兄弟組織ユープグと共にシリア内戦をクルド人居住地域に持ち込もうという意図のあるすべての集団に対する戦いに参加してきた。YPJ はシリアの ISIS IS 民兵からの攻撃にさらされることが増えている。また重要な国境の町小羽をめぐって 小羽包囲戦にも参加した。YPJ は、シンジャルさんに追い込まれたヤズ ED を ISIS の兵士から救出するに際して、極めて重要な役割を果たした。私たちは、政府に頼ることなく、自分たちで地域を守る必要がある。政府は ISIS IS から私たちを守ることができない。私たちは自分たちを、そして、皆を守らないといけない。 人種や宗教は関係ないとある選手は強調した。社会主義者のフェミニストも非社会主義者のフェミニストも YPJ を称賛している。YPJ は地域の伝統的ジェンダー規範に立ち向かい、地域の紛争の中で女性の役割を再定義している。写真界リントレイブによれば YPJ 自体がフェミニズム運動である。たとえそれが運動の主目的でないにしても、YPJ は 女性と男性の間の平等を求めている。そしてそれは彼女らの参加の目的の一部である。クルド文化の中の女性の認知を発展させ、前進させるために、彼女らは強くもリーダーにもなれるとエリンは力説する。様々なクルド系メディアが YPJ の兵士たちは小金における対 ISIS IS 戦において不可欠なものとなったと指摘した。 ロジャバにおいて YPJ が達成したことは一向に値する国際的な注目を集めた。YPJ は女性がひどく抑圧されている地域における女性により達成された強力なものの希少な例だからである。コバネダカン後、YPJ のネスリン・アブドゥッラー司令官は民主連合党のアスイア・アブドゥッラー共同代表はオランドフツ大統領により、 パリのエリゼグルへ招待された。二人はそれぞれ軍服と民族衣装で会談に出席した。二人は ISIS IS との戦いを進めるために武器等の兵站支援をフランスに求めた。インタビューに対し YPJ のネスリン・アブドゥッダー司令官はクルド女性防衛部隊が官邸に迎えられ光栄ですというコメントをした。ネスリン・アブドゥッダー司令官とアスヤ、アブドゥッダー共同代表は フランス側がチャーターした特別便でエルビルからパリへ飛んだと報じられた。なお PYD の外交責任者、ズハット・コバーニーは、できたら隣人であるトルコとまず面会したかったと述べたが、トルコ外務省は彼らはテロリストに過ぎないという立場を固示した。会談には PYD、フランス代表のハーレド・イッサも出席した。イッサは、 ロジャバモデルを全シリアに広げるという提案をしていると述べた。イッサは、さらに、私たちは、シャルリエ武道を攻撃したような者たちと戦っている、脱中央集権化され民主化されたシリアを望んでいると述べた。また、生きがいへの進軍に関する質問に対しては、自由シリア軍との共同部隊である、ユーフラテスの火山が攻撃されたら、救援に行くし、 すでにアレッポにて何度もシリア政府軍と戦っていると述べた。ありがとうございます。